何かこう、あ、やってみたいって思うことがあったら初めの一歩を踏み出す。できるかなとか考えないで、もう考える前に一歩を踏み出してしまうっていうのが、ずっと私がそれでやってきて、で、全部いろんなことを全部が続いたわけではないんですけど、でもその中でずっと残っているマラソンがあったり、モデルの仕事があったり、自分の体が前の体とやっぱり違うので、で、そういうのも発見につながっていくし、どん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 なんかエンドレスにいろんなことを追求したいし、していくだろうなって思います。で、45歳になった時の自分がどこまでいけるのかわかんないけど、私も走るの無理とか運動は無理とか、タイツピタピタの履けないわとかそんなの関係なくて、履いちゃえばいいんですよ。もう履いて堂々とトレーニングしてます。その方がかっこいいし、隠す方がやっぱり見てる方も恥ずかしいから。でも海外行くと関係ないじゃないですか。どんな体型の人でもみんなタイツ履いてるし、今は本当にすごい素敵なウェアもたくさんあるから、スポーツを楽しみたいと思ったら自分から一歩踏み出すことをお勧めします。人生一度ですからね、本当に自分がやりたいと思ったことは悔いのないようにやりたいし、やるって決めたからには中途半端にやってたらやらない方がいいし、時間がもったいないから、もし やってみて合わなかったらもうすぐやめればいいんですよ。で、次やっていかないと。人生短いんで、どんどん次。